見えました。22番。トン、やばい、やだ。おはようございます。もう終わりましたね。もう狙い台は多分取れないです。神谷玲子です。さあ本日もですねカピソロ始まりましたということで、毎月最終日曜日やっておりますカミスロ、南越谷マックススロットチークさんにて本日も頑張っていこうということですけれども、今回の狙い台です。毎回ね座りたいと言っております、エウレカ AO、まあ、1台しかないんですけどもうどうしてもなんかもう座らないと気が済まないっていう状況になってきておりまして毎回取られてるんですよ。まあもうそれが取れなかったらまたフラ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 しだすと思うんですけどもまあその時は状況を見てまあ打ちたいって思った台をねその時行こうかなと思います。たとえ負けたとしても楽しんで終われるような実戦にしたいなと思っているのではいちょっとどうにかまあ面白い展開すごい出玉その辺をしっかりとお見せできるようにあとはねやっぱ低投資でちょっとやっていきたいなと思うのではいその辺頑張って今日もプラスを目指してやっていきたいと思います。そんなわけで早速ではございますがカミスロ行ってきまーす。あー取られてるやっぱしね取られてるんですよね。悔しいからこっちのエウレカにしようかね。エウレカ3にしよう。なんかエウレカ3な気分になりました今一瞬で。昨日この台ちょっと出てるんでこの角台いいなと思ったんで一旦ここ行きます。はい、てなわけで AO が取れなかったもう悔しいのでなぜかエウレカ3にたどり着きました。ということで、まずねとりあえず朝一これで勝負してみてもう微妙だったらまた台動します。はい、頑張ります。行きましょう。今日ノープランすぎてどうしようかなみたいな。本当か。ある？する？あ、本当？大丈夫。回避もう7周決め突入。ただあと57ゲーム60ゲームぐらい。はい。うわここでごめん追加引いて。強水引いての7周決めだからちょっとチャンスなわけじゃん7周決めって確かやめてー本当にさあさあ行こうここで8点ほらほらなもう当たるんですよもうやーいやいやしゃべってる喋ってる次回予告でもさいやーもうダメだもう670いやビッグだったらいいよビッグだったら全然いいんですよ。よかったとりあえず朝一一発目ビッグボーナス。ちょっと投資は後でいます。まあここからパーセンテージできるだけ貯めるとまだ50とかね欲しいけど50って意外とたまんないもんね。この台結構厳しいんだよな、まあ、悪くはないよね 40% でもらってるよねもらってる方ではあるんだよ 42% よしいったろうじゃないかい。さあいくぞ誰だ最初やばい強い強いぞこれは。おお
スペシャル。マジで頼む。そう。あっさりすぎない？うわあ、やってしまった。なんだこれ。なんだこれ。まあとりあえずブンブンを減らしていかなきゃいけない。もう一周期だけ見たらっていう。でも一周期見たら結構使っちゃうからね。本当にやめるなら即やめ、もしくはコンパクトカウントチャンスを見てやめるっていうのがね。追加投資、これもうやめなかったからダメだね。つかね、コンパクトカウントチャンスを見てやめるんですよ普段で。そこでレア役を引いてしまったから、そうやめづらくなってズルズル来ちゃいました。反省してます。もう次当たったらやめます。もうこれは普通に終わった。7周期目、ここがどうかだよね。7周期目を超えるのか。超えた、当たるね。赤まで行ったらこの台は当たる。うわもう、ああ美しい。そしてここでチャンスメーカー、あ、普通に綺麗なね。あ、また喋ってる。ね、なんかそれ、あ、違う違う、ごめんごめんごめん、ちょっと、あら、あれ、ごめん、なんか喋ってさ、あれしてたけど、入ってんね。ただこれでコーラリアンモードも、はい、 AT もやれるので、これはね美味しい、ありがたい。しっかりビッグからの、うん、ラスト、はい、てなわけで168枚、ここからコーラリアンモードに行きたいと思います。よし、本日初の AT です。よかったね。まだ2万円ぐらいでやれたってことは全然戦えます。とりあえず1000枚、1000枚でさ、トントン。ほうほうほう、なになになに、やべえ、ボーナスだ。あ、EX ジャックだ。ほうほう、もうね、忘れすぎててちょっとね。ちょっとレア役、ここで。あー、終わった、きらめかなかった。というわけでね、ここから始まっていきます。とりあえず今の画面が奇数設定しさ、一応ね AT レベルも優遇されてます。だから2セットはね303なんで、もう1セットはあるストックが。あー、やっちまった、使いたくなかったな、早くも。ニルバージュになっちゃう。ニルバージュじゃなければ、うわー、しかも1ゲームそう、うわー、なー、そうだよね。こっからちょっとレア役、ちょっと長押しします。演出出れば、ナビが出ればチャンス。うわー、パネフラー白ダメだー、リプレイだー。あー、でもダメだー、やだなー、まだ300枚でしょ。もうこれきついわー。わー、レア、ここで引くんかい。あー、来たしかも行ってくれたパターンだ、このパターンで、ね、こっちが行ってくれたんだね。そうそう、間に合った。でもこれでまたゲーム数戻るんで、
よし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 、大丈夫大丈夫、あ大丈夫、いやーちょっと、あーでも乗ってたけどな今、でももう戻るんでね、これがね熱い、この台は本当に、よし、さあ終わる、終わります、変わってないか、うわーナビ出ない、ラストです、こんな終わり方嫌だ、お願いします、絶対もうダメじゃん、もうやだよ、何これ、何もできないわ、もうあったわ、3セット375枚もう終わりです、普通に終わります、いやここで1000枚は欲しかったな、使った分は取り返して終わりたかったのに、ちょっと店内見ましょう、やっぱいつも通り窓マギ2はもう時すでに箱持ってる方結構いますよ、窓2は毎回いいですね、その前代なのかどうなのかっていうのはちょっと何とも言えない感じではあるんですけど、半分は間違いなくあのみんな箱持ってるんですよ、いつも今日は違う、おおおおお、あれれ番長3開いてんぞ、まあ、1回ガスにはまってるからきついのか、でも2台出てるしね、行っちゃおうかな、苦手だけど、うん、なんかあの台打つよりは良さそうな気がするから、うん行こう、楽しいとこきっとあるはずです、はい楽しみにしててください、ぐるりんちょぐるりんちょしますんで、じゃあねとりあえず35、トータル35ベル、でもいいね、座ってすぐこういう動きしてくれるとなんか、あ特訓経由でね、13ゲーム、はい、10かな、でもどっちしろ中対決以上はもうもらえるんで、いやーそうか、3ゲームチャンスあるからね、1回取ってないとこれは、うわーちょっと待ってね、なんでかな、やりました、持ち玉で簡単に逃げましたわ、362ゲームやりましたね、こういうことなんだよな、番長スリウスと私が普通に終わった57番、なんかサイン出ようか、普通ちょっとレアワーク引いてさ、きついきつい、ねえきついよ、ねえねえ57番きついから、勝て、おいおいおい何よマジで、ねえこれはこっちの力かな、でもなんかいけた、絶対単発、そりゃそうだわ、ねえお願いします、お願いします、どうなんでしょうか、もうつらいよ、157枚終了、どうなん、なんか番長って人生の縮図だよね、だって思わない、その一個のチャンスをさ逃しただけでさ人生が変わるわけですよ、流れがっていうか、そのあそこをちゃんと仕留めてれば
めちゃめちゃ勝てた人生だったかもよっていうような展開めちゃくちゃあるじゃん。団長3はなんかね、だからあんま打ちたくない。なんかそれがそれを感じてしまうからなんか虚しくなる。うん、でも運はいい方だなって思ってて、人生うまくはいってると思うんですけど、やっぱもうワンステップ上を目指す、そこの時にこの番長3やってると、やっぱこういうとこでチャンスつかめないとダメなんだよなっていうのをこうひしひしと感じるというか、身に染みてしまうんですよ。そうなんですよ。ただこんなやられっぱなしじゃやめられない。そうそうなんです。当たりは軽いし、対決めんこです。まあそうね、これはもう空気と思いましょう。やった、いくね。ただね、差し系対決になっていたのかどうかっていうのは保証は全然ないし、チャンスっぽくもないから、ここでどうにか決めないと。はあ、すごくない？やっぱ強対決なんだ。森ちゃん、一回引くよ。はいよ、一回引くよ。マジで。力を貸してくれ。頼む！あ、あるぞこれは。本当に優秀だぞこの台。まだ、あ、まだある。ああ、はあ、やってきました。本日初のゴーダイージー。変なこと言わないでくださいね。対決どなた様でしょうか。よしよし、ナビ出し。違うよ、違います。でも音が鳴りました。白です。ナビ出しです。待ってよ。よっしゃよっしゃよっしゃ、ドーン、満場ボーナス。いやだから絶対来ないから、いい台だからこれ、普通に偶数だから。だから、ま、絶対引いたら私も好きですから。本当に17個。よし、でも1回ビッグ受けただけってでかいですから。乗ってないか。さあここで、あー、リプレイかー。おわー、さあ意味あるか。おー、うれしい。やる人いただきました。おい、わあ、マジマジで。いやいや、これストック、いやストックしてる。そうなんでございます。もうちょ、うわー、でもいい。さっきからずっと思っていたけれど、何もなし。眠れないか。綺麗に終わりを迎えてしまった。ダメだね。やっぱし530枚、まあ、枚数としては、まあ、この台で使ってる分だけで考えれば一応プラスにはいってるんですけど、いや、やっぱ伸びないね。
対決や。よし、のりさん。おお、レア役だ。チャンス目。弁当箱。これちょっとお願いします。やったー。なんとなんと64ゲーム、お弁当箱でいけました。ナイスナイス、お弁当箱。お願い、32超えないで。さあ誰、ナビなし。あー、リプレイかー、ベンコかー。あー、どうなのよ、どうなの。赤い、やば、どうする。一発のメンコでベルで勝ったよ。うわ、乗せがいい。ごめん、興奮して連打しちゃったけど。いやいやいや、もう一丁ちょうだい。やった、来たよー、来たよー、2発目来たよー。なんていうことでしょうか、ギリギリでもう一丁。あー、最高最高、ギリギリ。次がラスト、分かってる分ではね。どうする、まだお願い、あってね、ループあって。もうでもまだ可能性ある。やったー、イエーイイエーイ。そう、6日まで行きたいの。ここだね。でももうちょっとまだ次が確定してないから、これだけにしとこう。ラスト6日目まで連れてってください。あー、レア役だよ、マジで。これマジチャンス目であれ、わかんないけど。でもいやー、お願い、信じよう、信じましょう。よっしゃー、よっしゃしよっしゃし、6日、いかない、いかないね。6日までいけたんでー。あー、いけました、皆様。なるほど、さきちゃんか。いやー、でもチャンスだよ、出るね。なんでリプレイ、ちょっとマジで頑張れ、マジでダメだよね。すごいチャンス、しかもなんかそれまでベル何回も言ってんのに。ああー、腹立つ。あー、今日一ストレス溜まった今の。ダメだ、やだ、番長数のダメなところが出てきてる。ラスト、いや怖いわね。あ、やっぱあそこだな、あそこだな。957枚、1000枚いけない、全部いけないか。結構頑張った、どうですか、頑張ったっすか、頑張った。ダメだよね、納得してない。やっぱ最後の終わり方が良くなかったですね。いやー、行こう。おかしいよな本当に。でもやっぱなんかいいんだよな、特訓行ってちゃんと
中退決意状出てきてさ、何も引いてないのにさ、うわチャンス目か普通に。のりさん、のりさん、ハートミント、ダメだ。お、さっきのチャンス目ですね。お、チャンス、チャンス。あ、ダメダメ、何やってる。頼む。あ、お願いします。MB ここで。遅い。一ゲーム遅い。対決で、あらま、全部消えた、全部ついた。このパターンさ、あんまなくないね。え、あれこれちょっと怪しくない？こんなセリフ、これどこ触、どっか触ったことないなんかセンサーの、あれこれさ、ほら通常じゃない？来た、大当たりだって。なんじゃそれ、初めて見た演出。こんだけやってきてね、こんなおしゃんなのは通常でしょこれ。あ、チャンス目なんだ、なんだ普通にか。チャンス目からのいただきチャーニー、嘘ですか、いただきチャーニーか。いやでもいいや、688、突然やってきました、チャンス目からの。いいの、ね、いいのこれで。違うでしょう、どう、早く、ねえ、グレアイゴー、もうダメじゃんこれ絶対。そりゃそうだよ、あー、ダメだね。まあいっか、なんか人生をこう勉強させられたと思うと、学んだね、またチャンスはしっかりと掴むんだぞっていうことを学んだわ。いやでももうここまで、これ以上いけない、これ以上いったら本当に終わる、解散しよう。はい、実戦終了しました、お疲れ様です。ということで、もう結果言います、負けました、番長3出せませんでした。ということで本日の投資、エウレカ3と番長3座って、投資は3万円、まあ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 思ったよりは使っておりません、3万円で回収が40枚。まあでもこの40枚は、1000崩した40枚なんで出たわけではございません。ということで3万円の負けです。本日良かったんじゃないのかなと、上なんじゃないかなとも思うんですけど、多分6ではないということで、あとは対決やっぱりやれない、対決やれないし、当たりもね、最初ポンポンポンと初当たり4回ぐらいいいペースで引いたんですけども、やっぱ単発続き、どうしたらいいものでしょうか。今回もね、相変わらずストレスのほたまりまして、はい、こんな感じのエンディング迎えちゃいました。まあ、前回もマサムネ3で負けて、今回も負けてっていう、またちょっと負けのサイクル入ってしまったので、まあ、しっかりと次回プラスに持っていけるように。あとはね、抽選もうどうしようもないんですけど、抽選いい加減早い番号引きたいなと、まあ、そこで私結構終わってる部分もあるので、とにかく次回いい番号を引いてちゃんと狙い台取って朝からしっかり出すっていう展開をお見せしますので、はい、懲りずにぜひとも神スロー見てください。皆さんの応援が、はい、神スローの継続にかかっておりますので、ぜひともお願いします。そんだけでね、次回頑張るんで、はい、今回は残念な結果でしたけども、またお会いしましょう。皆さんありがとうございました。さようなら、バイバーイ。